が集団同士で殺し合う戦争。なぜ人は遥か昔から戦争を繰り返してきたのか。最新研究から人間の仲間と助け合う本能が戦争への衝動にもつながってしまうという意外なメカニズムが見えてきました。人間はとても協力的な生き物ですが、皮肉にもそれが激しい攻撃性も生み出してしまいます。注目されているのは絆のホルモンとも呼ばれる脳内物質、オキシトシンです。オキシトシンは出産や授乳の際に分泌され、我が子への愛着を強めたり、触れ合い見つめ合った時に信頼感を高めたりする働きがあります。そんなオキシトシンと戦争との関わりを突き止めたのが心理学者のデドリューさんです。興味深いことに、オキシトシンは攻撃性にも関わっていることが分かってきました。オキシトシンの攻撃性を確かめた貴重な実験映像です。赤ちゃんを産んだばかりの母ネズミの脳内にはオキシトシンが大量に分泌されています。そこに初対面のネズミを近づけてみると、激しく攻撃し始めました。実はオキシトシンには守るべき相手とそうではない相手を線引きし、攻撃を促す作用もあるのです。この作用が人間でどう働くのか、デドリューさんはオキシトシンを吸引した被験者にトロッコ問題という思考実験を行いました。あなたは鉄道の職員です。線路の先には5人の作業員、別の線路にも1人の作業員がいます。その時突如列車が暴走、このままだと5人が犠牲になります。でもあなたが線路を切り替えれば、5人を助ける代わりに1人が犠牲に。どちらを選ぶかという問題です。この思考実験にデドリューさんは一つ設定を加えました。それは作業員の名前、外国人を思わせる名前か自国民によくある名前かによって、この一人を犠牲にしようとする行動がどう変わるか調べたのです。まずオキシトシンを吸わない状態ではどちらの名前でも一人を犠牲にする傾向は変わりませんでした。ところがオキシトシンを吸引すると自国民を犠牲にする傾向が明らかに減少、逆に外国人を犠牲にする傾向がやや増加するという結果になりました。オキシトシンの働きで外国人に対して線引きをし、犠牲にしてもやむを得ないと思う傾向が強められたとデドリューさんは考えています。オキシトシンは私たちを協力的にするだけでなく攻撃的にもします。でもその攻撃性は敵対心などから来るものではありません。オキシトシンによって仲間を守りたいと思う一方、仲間以外には線引きをし攻撃的になってしまうのです。仲間と助け合う本能に潜む二面性、それを知ることが平和な世界への鍵になるのかもしれません。